ノドグロの名の由来となった黒い口内赤ムツとは、鈴木ズ鈴木亜ク、ホタルジャコカに属する段階性魚類である。鈴木化とする分類もある。別名は、ノドグロ。なお、鈴木目ムツカのムツとは別種であり、両額に剣歯がない。全長約40センチメートル。体型は大円型で、側編する。背側の体色は赤鉱色で、腹側は銀白色。 口うろこを持つ。口の奥の喉が黒いので、喉黒の名がある。他にもメキン、行寸、金魚用などの故障がある。甲殻類やイカなどを捕食し、6月から10月にかけて産卵する。太平洋西部、日本から東南アジア、オーストラリアまで分布しており、日本では関東より南の太平洋や新潟、九州の海に生息している。 水深100から200メートルに生息する。主に砂底を住居としている。小魚や甲殻類を食べる。のどぐろの塩焼き、佐渡、富山県、石川県、島根県などの北陸、山陰といった日本海側では、従来から高級魚として扱われ、島根県浜田市では、のどぐろの名称で市の魚にも指定されている。鮮度の維持できる物流の一般化に伴って、 他の地域でもその存在が知られるようになってきた。味は独特の上品な味わいで焼いても煮ても美味。白身のトロなどと称されることもある。高級魚としてグルメ番組などでも取り上げられる傾向にあり値段が値崩れすることはほとんどない。季節を問わず油が乗っており都市部を中心に日本各地で人気がある。大型のものは1万円で取引され、 水温の変化や餌のプランクトンの増減などの条件に漁獲量が影響されやすい。2013年11月、水産総合研究センターは赤むつの稚魚育成に成功し、安定供給や資源保全への期待がかかっている。ありがとうございます。